東京裁判で起訴さあの死刑になった人たちが死刑になったっていうことで一応戦前から戦中の決着はついたってことになってるんですけども同時に永久戦犯で逮捕されながら不起訴になった人たちがいるんですよ不起訴になってそのままなんか刑務所から出てきた連中がいるんですよ巣鴨から。 この連中が戦後の日本を作るんですよ。なから一戦後アメリカのもでねアメリカの親分の下でね好き勝手やって暮らしてたっていうのがこの連中ですよね。でその筆頭が岸ですよ。でこれを尊敬してるのが安倍ですよ。でこの利権の中にそのまあ役座の利権ですからね。あれが戦前は麻薬だとやった連中がいたわけでしょこれ。戦後はよく知りませんがね。でこの清和会っていうのはもう自民党の役ザ対策班ですからね。 まあ、もう怪しい連中たくさんいてでこれをだから進駐軍が、まあ、使ってでそのアメリカの戦争屋やも使って今日に至って竹中みたいなとんでもないのをこう要請ながらですねやってたわけですねこいつらの発想っていうのはまあ言ってみれば長いものにはバかれるだよね親分の言いつけ通りやったら自分たち安泰なんだとなわち植民地の支配人みたいなもんですから国民が選んだ代表ではなくてむしろ アメリカの利権を持っている連中が自分を指名してこの地に据えてくれたんだという立場でねそれはあの小泉だってそうだしそれから安倍もそうでしょうそれから河野だ小泉の息子ねあんなんだってアメリカのハドソンだとか CSIS に昔か,から出入りしてる連中でね出来上がりんだけどこう誰か押し込んでくれてさ金積んで押し込んでくれてでよろしくって言ってどうも言うこと聞きそうだから次に小るに使ってやろうかってぐらいなそんな類いですよね。 なち、彼らは国民が選んだ人たちじゃないですよね。なのち、その植民地、金儲けの賭、まあ、場のです、ね、支配人として向こうが選んで送り込んだ連中でしょう。だから送り込まれた人から見てみれば、国民から選ばれたと思ってないと思いますよ。自分は指名されてあのここに来たんだと思いますから、そもそも国民とコミュニケーションなんかないし、で地元だって女も,んな,もんないし、適当なこと言ってるだけでね。やっぱ国民にしたってあいつら全然選んだ覚えはないし。 だから根本的にはそこに断絶がありますよね。で、ね、しかし、それを向こうが切ってきたわけだよ、トランプから。ねえ、桜井義こは、ま、KCIA の関係をひっくり返したでしょ ?KCIA って言ったら文鮮明じゃないですか。あれ、あの、あそこ渋谷に本部がありませんでした岸の屋敷の隣だよ。岸信介の屋敷の隣があれ、統一教会の本部じゃなかったですかあれ。文鮮明のところの。あれ、だから文鮮明たちが、言ってみれば反共団体ですよ、KCIA がね。 要するに共産党につるまない共産党に物の分かんない人たちが入らないようにってうんで共産党って割と学がないと分かんないんですあれね難しいでしよ共産党の話ってのはだからそこに引っかかんない人たちが行こうっつんでその学会はなんか今回あれ議員会館で家宅捜索じゃないですかあれねいやなんかあそこをやられてるよあれ KCIA は桜井しことの関係がね出されちゃってさ それで今度公明党ですねあの学会ですよ。だからなんかこのまあ言ってみれば記事体制が潰されてきてきんじゃないですかだから要するにダーニー大戦の後永久戦犯となってそれが不起訴になったところから始まったアメリカ戦争野党利権があれ終わってきてんじゃないんでしょうかね。